つも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。こちら日本三奇橋といって、日本で3本の指に入るちょっと変わった形の橋あるんですけれども、その一つ甲斐の猿橋ですね。前回のスモールワールズ東京の動画見ていただきましてありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。そしてサブチャンネルの臨海線の全面展望動画もご視聴いただきましてありがとうございました。では今回の旅も始めていきましょう。Thank you.
今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。もし面白いと思っていただけたなら本当に嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。